おいっす。おいっす、おいっす。おいっす、おいっす。おいっす、おいっす。田島清志郎です。いやー、リラックスっていいね。あー、リラックス最高。リラックスしながらおまた書いてます。鼠径部ね。鼠径部のね、金玉と股がごっちゃになってる部分をね、書いてます。はい。ね。どっちつかずの金玉。はぁ、何それ、マジで意味がわからない。やめてほしい、そういう発言は。慎んでください。つつじつみました。やっぱこういうつまんないこと言っていかないとね。やっぱそのみんながつまんないことを言う数を減らしたいので、俺が代わりにね、みんなの分までね、つまんないことをして、みんなの分まで面白いことをします。みんなにつまんないことしてもらいたくないから、やっぱ俺がつまんないことして面白いことしよう。じゃあ俺がつまんないこと言う専用の羽島清志郎がいるな。いつか作りまーす。でもなんかさ、生活感出てないんだよな、俺のチャンネルってさ、結局。飯食わねえもん、喋ってるだけだからな。飯食ってないでしょ。さ、久しぶりに飯食ってないか、芋けんぴ。水くらいしか飲んでねえよ。水じゃないけどな、麦茶だけど、なんか、冬に麦茶飲んでるってね。麦茶美味しいのでね、飲んでますよ。かゆ。これでいいのだ。これでいいのだ。天才バカボンバカボンボン。これでいいのだ。これでいいのだ。ボンボンバカボンバカボンボン。これでいいのだ。これでいいのだ。ボンボンバカボンバカボンボン。これでいいのか。これでいいのだ。ボンボンバカボンバカボンボン。これでいいのだ。これでいいのだ。これでいいのだ。ボンボンバカボンバカボンボン。天才一家だ。バカボン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 。お股がかゆいのだ。お股がかゆいのだ。書くよ。チンポコポコポコ。チンポコポコポコ。チンポコ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 。チンポコポココ。チンポコ。チンポコポコポコ。チンポコポコポコ。俺のユーモアの始発点ってどこ？俺は初めて何に笑ったんだろうな。あれだろうな、多分。おじいちゃんのね。あ、でもダメだった。おじいちゃんが言った発言に俺の本名が含まれてるから、俺の本名がバレたら言うわ。まあ、バレてんだけども、俺自分で言っちゃったから本名。たまに言ってんのよ。でもなんかね、あんま自分の名前ももう自分の名前すぎて別に好きじゃないんだよ。まあ、そこまでね、かっこいい名前じゃないからな。普通の名前ででも名前だなっていう、もう感情の揺らぎがなくなるくらいも染みついちゃってるから。うん。で、羽島清志郎っていう名前しました。羽島清志郎、羽島清志郎、羽島清志郎です。
俺のイントネーションだとね、俺イントネーション変な時あるけど、あれ別に多分方言とかじゃなくて単純に気抜いてるから、適当に喋ってるとねイントネーションがごちゃごちゃになるんですよ。気抜いてるとね、気が抜けっぱ、まあ、別にイントネーションなんかね変であればあるほどいいし、それが自然体だったらいいじゃん。うん、狙ってやってる時もあるけど、でも狙ってやったって面白くなるもんじゃないしな。イントネーションたかがイントネーション変えただけで面白くなるんだったらさ、世の中笑いで死んでる人もっとたくさんいるだろ。笑いすぎて死ぬ人、でも笑いすぎて死にたくないな。面白いな。アルファさんが山口さんのさ嘘をずっと聞き続けて笑いすぎて気絶って、すごいな。笑いすぎて気絶ってすごいな。怖え。うま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 、虫歯に芋けんぴすり込んでるんでめちゃくちゃ痛いです。昨日さ、どうでもいい話するけど、今からどうでもいい話します。アイス食べようと思ったらやっぱお母さんにハーゲンダッツのストロベリー食われてて、うわーって思って、でその中でマシだったクッキー&ねバニラ的なチョコクッキーバニラ的なの食ったんですけど、そしたらね俺視覚過敏なんですけど思いっきり歯の隙間に挟まってうわーってなっちゃったっていう、すごい冷たくてね悲しかった。視覚過敏じゃないんだよな、知覚過敏なんだよな。言いづらいやつが悪い。俺は全く悪くない。視覚過敏なのか知覚過敏なのかさ、別に知覚、知が言いづらい。視覚過敏はさ、視覚過敏じゃん。知覚過敏、俺知ってあんま言ってくない。知ってなるじゃん、知ってなるじゃん。癖なんだよね、知。知って、あ、別に知、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 あ、大きな声出すと知なんだよ。知ってなるの。ふざけてないんだよな、知って、知って、知ってなっちゃう。まあ、これもね、俺が飲み物飲む時の小指の癖と一緒。でも今でかいので多分小指は立ってない。危ないのね。小指立つ。小指立ってるくらい簡単に、ね、持てるもんじゃないので、あいつ重いので、ね。いやーでも、モンハンのでかいジョッキ欲しいね。2.8 リッター。でも値段4万4000円。頭悪い値段。そんなことはないけど、高いね、4万4000円って。嫌だな。芋けんぴを食うほど幸せが増えていくな。でもやっぱカロリー高いからだろうな、こんなうまいのは。マジで1日のさ3分の1のカロリーが一袋で取れちゃうんだよ。まあ、3分の1以上だけど、俺1日2000キロカロリー必要なんですよ、体重維持するために。でも本当はねもっと 食っちゃダメなんですよ、スープとかで。でもそうするとね筋肉も落ちちゃうからね。でも別に運動したくないから、運動するのって大変じゃん。一応アルファさんのあの音楽って著作権にならないよな。聞くか。大丈夫だよね、捕まったらなんかバンされたら泣こ。音楽としていいな。ポッ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 パンワッて、あれいいよな。たまに聞くけど、バカサバイバーで絶対流れてるよね。
流れてないか。ポン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 ってなんだろう。お母さんに LINE しよう。もう可愛いあの子にはもうね、 LINE がもうねダメだ、多分ブロックされた。手袋をどする。俺の LINE のアイコンがトゲトゲタルメイロの背景で、俺がこうやってやってめちゃくちゃ俺の顔がある T シャツになります。なんかトゲトゲ、なんか最近ね、ちょっとだけ編集技術、画像編集技術がね、できるようになった。アプリを使って。ラッキー、これ革命なんだけどね。俺のなんかアイコン変えなきゃ。でもやっぱトゲトゲタルメイロにしたら多分著作権的にやばいしな。あ、でもいいや別に。な、赤髪の友とかいてさ、単純にめちゃくちゃシャンクスじゃん、あれ。よくよく考えちゃう。あいつやべえよな、赤髪の友って。すげえ名前で始めてるからね。あとダメなやつ誰だろう。アウトなやつ。わかんねえ。手相を見せました。なんかもうめちゃくちゃいい手相全部タトゥーにしようかな。手相のタトゥー彫ろうかな。寿命とかもね、ね、なんだっけ、黄金の黄昏だっけ、あの面白い人たち、黄昏体育館だっけ、あれ違う、かまぼこ体育館さんなんだよな、変わった方は。なんとかの黄昏さんみたいに、めちゃくちゃ長い生命線みたいな感じで、本当に生命線を掘ろうかな、めちゃくちゃ。口の中が美味しいな、芋けんぴ食うと。芋と砂糖のどもってんな、ささささ、芋と砂糖のハーモニーとかね、単純に芋カリカリの芋と砂糖が美味しいよっつってぶん殴ってくるだけ。俗に言うバカの味、美味しい。俺バカだからやっぱバカの味好きだ。いや、バカが食ってるからバカの味なのか。バカが食ったら口の中でその賢い味もバカの味に変わっちゃったらどうしよう。もう本末転倒。何本末転倒って。わかんねん。転ぶねん。な、気をつけろ。本当に。本末転倒ってなんだろうな。転んだからなんだよって話になるしな。すごいね。日本語にイチャモンつけるやつだよ、俺。やばいな。日本語イチャモンつけたいし。いやー、温泉が欲しいよね。自分だけの温泉。やっぱどっかの旅館奪おうかな。やっぱ俺盗賊だから、いや、欲しいもんは自分で手に入れよう。盗も。嘘ですよ。盗賊でもないし。何を盗んだかな、俺が盗んだのは。みんなの時間だね。うん。あとホテルのペン、うん、いつの間にかバッグに入ってた。別に盗んだわけじゃないんだけど、結果的には盗んじゃった、ホテルのペン。ごめんね。うん。スーパーハッピー、ちょ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 
ちゃうまポンチチチチチちゃうまめちゃくちゃ口笛うるさかったから。おまたかゆいな、おまたかゆいからちょっと喋れなくなってきたかもしれない。そんなことはない。俺ずっと喋ってないもん、別に。喋ってるようで。音が口から出てるだけで喋ったことなんて一度もないからな。本当に。真実半分、嘘半分だな、別に。喋ってはいるけどさ、喋ってないじゃん。独り言だからな。独り言なんてもう口から音出してるのと一緒だから。なんてや、それ。口から音出すことって何？ボイスパーカッション。てなわけで、喋ることが完全になくなったかな。どうしよう。おまたかゆい。おまた書いたらできるかな。やっぱね、喋る前はお風呂に入ろう。うん。これそれ以外入んねえから。喋る前にお風呂に入る。これが鉄則。なので今日はね、お風呂入りたくないので、ここでおしまいです。うん、ここら辺痛い。ここら辺がこういう痛み。まあ、どういう痛みかみんな別に想像しなくていいんだけどさ。こういう痛みで、ここガンかな、もしかして。顎ガン？ガンガン？え、顎って何て言うんだ？いいや、ガンガンです。顎にガンができてます。にょいーということで、はじま教授でした。給食はめちゃくちゃ残そう。じゃなくて、ね、刃物で遊ぶのはやめよう。まあ、それは当然ですけど。まあね、森に火を放つのはやめよう。やめよう。こういうくだり。こういうくだりはやめよう。うん。何しようかな。もうなんもねえや。締めの言葉なんてない。じゃあ、またね、雑談したいので、次の雑談、またの厚談？まあ、雑談で会いましょう。独り言で会いましょう。やめたくなーい。やめると思ったでしょ。うん。俺もやめると思ってた。自分すら思ってたけど。もうね、マウスに手伸ばした瞬間、やめたくないなって思っちゃったんで、やめません。これが、もうちょっとだけ続くんじゃ、ってやつです。はい。全然適当だな。何のモノマネにもなってない。もうちょっと続くんじゃって言ってるだけだからね。チュンプンチャンプンタランダンドロン、チュンプンチャンプンタランダンドロン、でーふちくび太いからいやいやいや、ちくび太いからいやよ、うんうん、テンペスト、テンペスト、
10